心配してますよ。あ、そうだ、嬉しいお知らせがあります。ククリさんが黒騎士を倒したんです。すごかったですよ、ククリさんの力。みんなすごいよね。はい、みんなすごい力を持ってて命がけで戦ってるのに私だけそんなの気に病む必要はないですよ。ユカさんに戦いは似合いません。私に力がなかったからカケル君は離れていっちゃったんだ。何言ってんです、カケル先輩はいつだって熱烈スーパーラブじゃないですか。先輩が戦うのだってユカさんを守りたいからですよ。もうどんだけ愛されてるんですか。この子の、ゆかさん、ゆかさんには話そうかな、私の過去。日本のおじい様が引き取ってくれるまで私はドラスベニアという国で暮らしてました。私が物心ついた時世界は地獄そのものだった。血で血を洗う果てしない民族紛争、破壊と虐殺の嵐の中で誰もが武器を手に戦いました。男も女も子供も。私は死ねない体ですからね。自爆しても地雷を踏んでも再生する。だから人間兵器としてこき使われましたよ。家族が、仲間たちが次々と殺されていった。だから私も殺して殺して殺し続けた。友と明日のために、その言葉だけを心の支えにして。私の人格も戦闘能力もそんな地獄で培われたもの。そうしなければ仲間を、明日を守れなかったから。メガネで封印してないと私本当超ヤバい女の子なんですよ。ユカさん、ユカさんは私みたいになってほしくないです。だから戦うための能力なんて目覚めない方がいいんですよ。その方がカケル先輩もきっと喜びます。ユキコちゃん、ユカさん、ユキコちゃん、大丈夫、もう大丈夫だから。